よし。さて、前回はとっても大事なところをやりましたね。ベクトルを幾何学的に表して、それぞれの演算で、そのベクトルがどこを指し示すかということをやったことを踏まえて、一次独立と一次結合によって表されるね、ベクトルのこう一次結合によって表されるベクトルの空間というかね、についてお話をしましたね。で、一次独立ならば二次元だったら2個のベクトルがあれば二次元の空間を張れて、三次元の空間だったら、三次元ベクトルが3つあれば、三次元の空間を張ることができたわけですね。当然1次元の、空間というのは直線ですから、これは、1次元のベクトルが1個あればよくて、1次元のベクトルというのはスカラですね。スカラが1個あれば、要するに数直線というのはメモリだけで、全て表される。スカラだけで、座標が表されて、2次元だったら直交座標2つの10と01のベクトルがあれば、空間全部を張ることができる。1001みたいなベクトルを何ベクトルと呼びましたっけ？単位ベクトルですね。よし、そこまでよろしいでしょう。では、今日のところに行きましょう。今日は、一番最初の機械的な簡単な外的なじゃないか、皆さんが慣れ親しんだ、演算規則について、見ておきますが、ちょっとこっち2つだけごめん、電気消してくれ。真ん中と外側、ありがとう。まず、これ行列 AB と書いてますが、当然ベクトルでも一緒です。で、行列 AB は足し算については単に同じ場所にある要素同士を足し合わせますから、これは普通のスカラーと、こっちはスカラーですね、小文字の AB はスカラーですが、スカラーと同じような、法則が全て成り立ちます。ですから、加冠 A たす B は B たす A だし、結合法則、これ A たす B たす C の場合は A と B を先に計算してから C を計算、もしくは A に B たす C を先に計算したものを加えても一緒というのは、行列でもここ成立しますね。同じように、分配法則も、これ、和の場合はね、AB×AC、これはそうか、積が入るからちょっと積の法則をやっていかれましょう。今度は乗法の方、掛け算の方には、じゃあ同じようにスカラーと同じように成立するかというと、前に行列の時には横縦だから、例えば n×lL×M の場合には答えは、n×M になりましたよね。で、これはまあ形の話ですけど、縦かける横の形がこうなるという話ですが、これひっくり返すと、そもそも、L×M と N×L は N と M が同じじゃなかったらそもそも計算できないよね。だからこの時点でもう掛け算は入れ替えてやったら違う答えになるんだっていうのはもう分かりますね。仮にこの N と M が一緒でですよ、 N と M が一緒だからといって、ここは N×M の正方行列になるからといって、じゃあこれ計算してみると答えは L×L になりますね。
L かける違いますね。どっちにしても、掛け算はですね、ひっくり返したら行列の場合には、答えが変わってしまうので気をつけてください。もちろん同じになるような行列も作れますよ。これとこれが同じになるような行列も作れますけれども、一般には、これは成立しませんので、こちら加加法則は成立しない行列ですね。ということは、順番が大事だと。こっち B の前から A を掛け合わせるか、 B の後ろから A を掛け合わせるかで答えが違いますので、順番さえ合えば、そこの下から2番目の情報の結合法則、順番さえ合えばですね、 ABC の順に掛け合わせれば、先にこいつを計算してからここを掛け合わせても、先にこいつを計算してから、前から A を掛け合わせても、これは同じになります。順番だけが大事だ。分配法則も一緒で、A が前から掛け合わせてれば ABAC というね、この分配法則が成立するんだけど、これは後ろから掛け合わせて、この答えを BA プラス CA なんて書いたら間違いですよということですね。順番を守りましょうということです。はい、簡単なところでしたので、さらっといって練習問題の4-4できてください。教科書93ページまで読んでね。それでは行列、ゼロ行列、あと逆行列というね、という3つの行列について、これから学んでいって、最後の逆行列のところが一番大事で、それをやると、連立方程式を解くということとつながっていきます。はい、まず単位行列ですが、書くのめんどくさいし、数もめんどくさいので、対角要素が1で残りの要素が0の正方行列を単位行列と言います。対角要素というのはこの斜めのこの部分ですね。ここにいくつか例を書いてます。正方行列ですから 2×2 だ、3×3、4×4 というように縦と横の長さが同じものでなければいけません。で、教科書にはですね、ものによってはもう I といったらもう単位行列ですので、アイデンティティメチュースですが、書いてあった英語で書いてない、もう I といえば単位行列、単位行列といえば正方行列ですので、例えば 4×4 だったら、教科書によってはこういうふうに書いてあったりします。I の4。そうするともう4次元、4×4 の単位行列ですよ、3次元の単位行列ですよ、みたいにね、使ったり書いたりもします。で、この単位行列はですね、数字の1とそっくりな性質があります。数字だったら、ここに書いてあるように1かける A は A かける1、どっちからかけても等しくて、さらにその答えは A そのものになりますね。変わりませんね。単位行列の場合にも、ある行列2の行列 A に前からかけようが後ろからかけようが、答えは A になって必ず等しくなるという性質があります。試しに、この行列に前からと後ろから、ちょっと掛け合わせてみてください。注意しなくちゃいけないのは次元ね、掛け算の時にうまく成立するように、最初の例と2番目の例で I の次元を変えてください。
初めの方の例は前から書けますから、こちら側が 2×3 で、真ん中を揃えなくちゃいけませんから、こっち側は2じゃなくていけませんね。 2×3、 そこで単位行列は正方行列じゃないといけませんから、こっちは 2×2 でやらないといけませんね。ということで1100でやらないといけません。こっちの場合には 2×3 ですので、ここも 3×3 でなくちゃいけませんね。ということで111とここでなくちゃいけませんね。さすがにもうみんなここまで宿題をちゃんとクリアしてきてますから、これを一緒にやらなくてもいいと思うんで、これ計算したらこれになりますね。123203になりますね。こっちも一緒ですね。皆さん自分で計算して確認してください。さて、分配法則が、分配法則じゃない、結合法則は掛け算でも成り立ちますので、例えば間に AIB と I が入っていれば、もう I は前か後ろにくっつけて計算すれば自分自身になりますので AB になりますね。さらに I の事情もこれ自分で、やってみないと気が済まないという人は、自分で愛の事情を適当に次元、2次元でも3次元でもやってみてほしいんですが、何回やってもかけても愛、まあ愛は普遍なんですね。ここに濃い大きい男性しかおりませんが、昨日のあいつの厚みには疑われましたけども何を言ってるんだという前日性でね、とんでもないやつがいましたね。声を大きいアホなやつがいましたね。声が多いのか、ただにただ弱いのかよく分かりませんけど、友達で笑ってしまう女の子が一人いるのにね、あんな話をして信じられませんね、もうね。同期でしたね。はい、次ゼロ行列、今だ単位行列はスカラの1に似ていましたけども、今度ゼロ行列はスカラの0に似ています。要素が全て0で、今回は正方行列である必要はありません。なぜなら何か足し算をするとき、足し算をするときも使うんですね、ゼロ行列はね。掛け算するときには、掛け算足し算関係ない、そうだよな、足し算、定義だから理由なんかないか、とりあえずゼロ行列は正方行列である必要はない。で、例えば M×N 行列の足し算だったら、こっちも同じ形してないといけませんから M×N です。で、どっちからかけても、それは要素ごとを足し合わせますから、の要素が足し算の相手が0ですから、これも自分自身ですね。足しても何ら変化しません。数字の0と一緒です。何かに0を足しても何かのままです。で、掛け算ですが、今度掛け合わせると数字の0のように0行列になります。こっちはちゃんと、行とこちら側の列とこちら側の行が等しくないといけませんね。ここではたまたま任意の P という値を置いてますが、もちろんこれ正方行列でも構わないんですよ。0行列は N×N だったら、この答えは M×N になります。もね、別に M×M でもいいです。この方そうすれば答えは、M×N になりますね。よろしいでしょうか。次、行列代数の、特徴、特質、数字の場合には A×B が0だったら A か B どっちかが必ず0になりますね。行列の場合には、これちょっと計算してみてください。
ゼロ行列になるね。つまり A×B が A も B もゼロ行列じゃなくても答えはゼロになり得るということです。行列の場合には。これ注意してください。注意しないとなんか、あ、ここゼロだからこれどっちかがゼロだよなという誤った推論をしてしまうので、これ要注意です。行列の掛け算というのは単なる掛け算じゃなくて、横縦に掛け合わせて足すよね。足すからプラスマイナスの項があるとどうしても消えてゼロになることがありますので、掛け合わせてゼロだからといってどっちかの項がゼロとは限らないので注意してください。次、数字の場合には CD イコール CE ならね、 CC だけで D と E だけじゃ違う。でイコールだから D イコール E という結論が出せますけれども、行列の場合にはこれやってみてほしいんですが、 C×D と C×E、 これ計算すると同じになるんですが、でも D と E は等しくないよねっていうお話です。別にでもほら怖い歴史があるわけじゃないじゃん、単なる背景は。行ってみたいな。インスタ映えすると思うよ。僕インスタグラムやってないの。イメージの購買できた。そうそうそう。CD と CE は等しかったですね。だからといって、これ C は共通ですが、これ C と C 共通ですが、D と E は等しいとは等しくないですね、実際これ D と E ね。こういうことも言えるので、まあ行列の時にはこう行列で代数計算をする時には何かそこから推論してですね、これとこれは等しいんじゃないかとかっていう推論をする時には気をつけていく。はい、では96ページまで読んで練習問題4、5、6、1から3までやっていきましょう。じゃんじゃん宿題が増えていきますね。ちなみに今度はすぐ火曜日に授業があるんだよね。別にゴールデンウィークといえどもこの授業はすぐあるんだよね。ただ金曜日だけがないんだよね、来週。でもほら火曜日やってこなくても次までは出せるから、金曜日ないから、その次の火曜日までにやってくればいいんで、今日のやつ。どっか行くの？日曜日に総合職試験が、国家総合職。総合職？この試験だけなんだ。これは、じゃあ受かっても行かないの？行かないです。もったいね。え、正教？正教です。あ、
ぜひあのなんか合格して、そしたら合格祝賀会僕が行くから。わかりました。頑張ります。うん。落ちた人合格祝賀会来ないからね。あれ今合格祝賀会としてなくて、卒業祝賀会とかなんか名前変えてるはずなんだけど、でも結局合格者しか来ないんだよ。行きづらいですよね。行きづらいよね。そうか。ぜひ頑張ってください。じゃああれだね。橋上さんの元で頑張ってね。そうですね。うん、橋上さんいい人だよね。そうですね。面白いですよね。あの人熊谷の大学院出てる。文化人類学から。正教に。そうなの。だから言ったんで面接の時にね、もったいないけどいいんですかってキャリア。いいです。やりたい。でもすごい仕事熱心で前向きな。そうですね。優しいし。何やらせてもあの成功させる、どのプロジェクトやらせても何か任せるとその仕事で必ず結果が黒字に持って売店たのにすごく黒字にして売り上げを出してすごい人です。やっぱできる人ってのは何やってもすごいね。あの勉強できてさ、やっぱずっと頑張ってきた人って全然違うところになるとすごいよ。はい、では天地行列いきますが、天地行列前やりましたね。行と列を入れ替える、行と列入れ替えますから、対角要素だけは変わらないね。これは1行1列、添え字だけ言うと、これが2行1列、これが2行、あ、これ対角要素、これ対角要素です。ここ真ん中がないんです。2行2列、2行1列、2行2列、2行3列です。させると11と22は行と列入れ替えても11と22ですから場所変わりますよね。変わるのは2行1列がこの1行2列に行くわけですね。ここに行くからこれとこれですから。で、これが、3行1列に行きますからこれがここに来るんですね。でここがちょうど仮想対角要素、これがここに来る、あ、違う、これが3行2列ですからここに来るんですね。 x の23となります。だから転移させるとこれがゴロンってひっくり返ってこうなるわけですね。まあ、これが1行2列でこれが21になりますね。こうなる。いいか、転移させるね。はい。で、当然行と列が入れ替わりますから M×N の天地行列なら N×M になって、天地行列は1回転がしたものをもう1回天地させて転がせばそれは元戻りますね。ですからそこ2回ちょんちょんついているものは A になります。さあ次、A たす B の計算結果を転置させるということは、あのように A を転置させて B を転置させてそれを足し合わせても一緒です。これやってみればわかる。そうなります。こういうの証明どうやってするかっていうと、前にほら行列を A の IJ で表して、こんなね。で、これ転地だから全部一般的に A の JI で。そしたら足し算とかこれで定義できる。
A の IJ たす B の IJ、 それの計算結果の足し算は A の IJ たす B の IJ の点値だから、これとこれが入れ替わる。それと初めから点値させて JI と JI を足し合わせると一緒だよねみたいに、一般的な IJ の添い字に変えてね、こういうの証明すれば簡単に自分で証明できますけど、まあそんな面倒くさいから 2×2 行列並んだら試してみれば分かると思います。で、一番よく出てくるのがこれかな、使うのがこれ。A×B の点値は順番が入れ替わって B×A のそれぞれの点値になります。これはよく使います。覚えておくといいでしょう。定量経済学の中級の点数が出ていきます。この計算で、こう覚え方ですけれども、まあ、これでもいいや。 A×B は、まあ、これもっと一般的に、N×M にしよう。そうすると N×M になるでしょ。これ点値させるとさ、 C を点値させたら M×N になるよね。そうこれさ、 M×N になるにはこれ点値、これじゃならないよね。こうはならないよね。 A 点値させたら L×N になる。で、 B 点値させたらM×N になるには、この N が向こう側に来て M が前に来ないといけませんから、これ入れ替えないとね。これを入れ替えないとね。転置させたらですね、これ入れ替えてやらないと次元が合いません。これで M×N に深くなる。転置させると行と列がひっくり返るので、まあ、この掛け算の順番を入れ替えてやらないとうまくできないということになります。はい、ではここまでが今日の前振りで、ここからが、メインテーマですね。逆行列、逆行列とその性質。まず、逆行列とは何ぞやという話をする前に、逆行列の書き方から覚えましょう。A という行列が与えられたとき、その逆行列は A のマイナス1とこう書いてます。A のマイナス1乗ではありませんので、もう乗はつけないでください。A のマイナス1と書いてあります。まあ、何乗という意味ではありませんが、普通3のマイナス1乗といったら、これはスカラーの世界では3分の1のことですよね。ということは 3×3 のマイナス1乗は1になるね。 3×3 分の1だから、実は行列のこのマイナス1乗ではないんだけれども、この逆行列も似たような性質がありまして、 A に A のマイナス1をかけると、1ではありません。単位行列、1にそっくりな性質を持つ単位行列になる、そういう性質であります。そしてさらにこのこれはどっちからかけても単位行列になる、こういう性質があります。いい天気だな、走りたいな、早く足直るのかな。
全然腰も治らないから。さっきマクロの時間にね、話してたんだけど、このぎっくり腰という中年特有の腰の怪我は子供が生まれるとみんななるんですね。独身の人はほとんどなりませんね。僕の前の独身の人になったってあんまり聞かないですね。大体こう子供を抱っこしだして一度はやるんですよ。赤ちゃんを入ってこう手渡す瞬間とかね、この瞬間が一番グキッとおっみたいなね。で、違和感を持ったまま数日過ごしていて、ある日突然ふっとした作業でこう物を拾ったりとか、朝起き上がる時とかに急にバキッとして、そのままハエッと動けなくなってですね、私は別棟に離れで一人で寝てるんですが、そこから家内に電話でね、助けてくれって言われまして、一度無理やりこうとりあえず起こしてもらってご飯食べないといけないから、自分で起き上がれないで起こしてもらった方がいいんですね。で、一度やると癖になって、こういうふうに今はもう子供の抱っこってとてもできない大きさですけども、年取ってからですね、何かの拍子でグキッとか使う。みんなも気をつけてですね、子供も、まあ、皆さん子供産みませんけど、子供が生まれた後は気をつけるんですよね。さて、では今ここまで説明したね、前後どちらからかけても単位行列あり、これちょうど割り算とそっくりですね。3を3で割ったら1になるみたいな、A に逆行列をかけると単位行列になる、ね、割り算にそっくりなんですけれども、前に行列では割り算は定義できませんよという話をしたときに、ちょっとでもそっくりな割り算とそっくりな性質を持つことはできるよと言いましたが、それがこの逆行列です。行列には割り算がないんだけれども、逆行列をかけることによってちょうどスカラの割り算のようなことができるということです。さて、この逆行列の作り方は次の章で詳しくやるんですが、その前に逆行列を作るのに必要な用語の使い方を学んでおきましょう。まず逆行列は正方行列の時しか作れません。 A の逆行列、なんか作ってね、掛け合わせて単位行列を求めたいとしても、A が正方行列でないと逆行列は作れません。これまず覚えてください。しかしですね、すべての正方行列が逆行列を持つとは限りません。例えば A は今 4×4 で A の逆行列があったと。じゃあ今 B という行列があって、こっちも 4×4 で正方行列だけど、じゃあ B の逆行列はって言って計算してみると、実は B の逆行列は存在しなかったなんてこともあります。だから、逆行列があるとは限らない。で、もし、元の行列のに対応する逆行列がある場合、その逆、こいつはなんか相方を持ってると持ってるということで、シングルじゃないんですね、スパウスを持ってる、奥さんを持ってるということで、A はノンシングルになります。間は入ってじゃなくてもそのままつないでいいのかな。相方を持つんです。ノンシングル、日本語では人食いと言います。なんか人食いって全然イメージがわからないので、僕はいつも今のようにノンシングルだと覚えています。 A が逆行列を持つとき、 A はノンシングルだなって言います。で、逆行列を持たない場合は、まあ、相方がいないシングルマンですから、シンギュラーです。 A はシンギュラーであると言います。これを英語、日本語では得意と言います。英語の方のノンシンギュラーを覚えておけば、ノンが非がつきます。ノンが非に訳されますので、得意の方が、逆行列を持つんだということが分かります。だから日本英語の方をこの場合覚えておいた方が分かりやすいでしょう。
さっき天地の天地は、元の行列でやりましたけど、逆行列の逆行列はまた元の行列に戻るという性質があります。逆行 A の逆行列を計算して出してきて探してきて、で A の逆行列をまたその逆行列を取ると元の A が出てきます。で、今正方行列じゃないと逆行列は存在しないように、つまり、正方行列であるというのは必要条件ですね。逆行列が存在するための必要な条件になりますが、A が正方行列ならば当然逆行列も正方行列になります。なぜ当然と言ったかというと、この前ね、逆行列の逆行列は元の行列になるということは、逆行列はさらに逆行列を持つわけですねということは、逆行列が逆行列を持つということは、逆行列自身も正方行列じゃなくていけませんね。まあ、そうやってやるんですが、 A からこう逆行列を作るんだけれども、この計算して導き出される逆行列はただ一つ、一種類しかある、ただ一つしかあります。ですから、存在するならばですよ、逆行列が存在しない場合もさっきあると言いましたけれども、存在するならば、それはただ一つに決まります。一義的であるというふうに言います。そして、これも先ほどの天地の話とそっくりで覚えやすいんですけれども、 A と B の、天地は入れ替えて BA になりましたが、同じで A と B を計算した後の逆行列はB の逆行列、A の逆行列と等しいです。覚えやすいでしょ。あと天地の関係ですが、天地と逆行列の関係ですが、そこに書いてあるように、A を天地させたものの逆行列、まあ当然正方行列ですね。A は正方行列ですから、転地させても A の書きで A で、それで初めて逆行列が取れるわけですが、は逆行列を取ってから転地させたものと同じになります。こういう性質になります。よろしいでしょうか。さて、今私たちがこの章を始めるきっかけとなったのは、白がないんで、いろいろな経済モデルがレイビッツ方程式体系で表されるという話が最後 の, あの前の章でやって、それで一番最初にレイビッツ方程式を、行列をこうやって定義したよ。これをこう書こうよ。
ことは行列はここから定義しないでも別の定義方法があります。とりあえずここ書いてで、これかけるこれってどういうことよということから行列とベクトルの積とかいろんな演算の仕方を勉強してきて、イコールってどういうことよというと同じ場所にあるものが等しいとかってやってきたんですね。で、最終的にこれを、まあ、我々は AX プラス D AX イコール D こう書いたわけですね。あの文字式で書くところはこんな複雑なやつがこんな簡単に書けるよという話をして、で連立方程式やっぱ我々解かないと、あのこれ内正変数だったよね、前の章でやりました、ね、内正変数について解かないと経済モデルは解けないんですよ。じゃあこの連立方程式を解くにはどうしたらいいかということが実はこの逆行列と関係しているわけです。なぜならば先ほど逆行列って割り算に似てるって言ってね、もしこれが 3x イコール1だったら、両辺を3で割って x イコール3分の1になりますね。ですからこれも両辺を、割る代わりに逆行列を今分かったら超くん広がったね、腰は動かさず、こう拾ったらアウトですよ、みんなの前に倒れますから両辺この a を消したいんだね。 ですから両辺に a のマイナス1の逆行列をかけてやる。ここポイントです。思わずこう、ここに d があるから d 書いてこう書いたらアウトです。 a を前からかけて、 a マイナス1を前からかけてますね。行列っていうのは順番が大事って言ったよね。前からかけるのと後ろからかけるのでは答えが変わってしまいますから、左辺に前からかけたんだったら右辺も前からかけないといけません。ですからこうなります。そうすると、上の式と等式変形がやろうとこうやって書きますが、これは先ほどやったように単位行列になりますね。x イコール a の d ですね。単位行列に何かをかけると変わらない何かだよね。ですから x イコール、やった、解けた。連立方程式の x について解けた。それは定数ベクトルに a の逆行列を前からかけてやればいいということになります。一応次元を確認しておきましょう。そこが n かける n で n かける1で n かける1ですねと、これ正方行列であれば逆行列も n かける n ですね。するとこれが n かける n の単位行列になって、ベクトルは n かける1ですから答えは n かける1で、答えは n かける1になってますね。でこれは正方行列 n かける n かける1の n かける1でちゃんと揃ってますね。こういうふうな形で解けます。以上の音を取ってください。
に翔太君合格。
ごいな、ほら今これ講義ノートね、ゼロがオリエンテーションで、12章までやるんだけど、もう半分近く来てすごいね、うん、まだ始まって 4,5 回目なのになんか飛ばしすぎ今年早い、みんなついていってる、大丈夫だよね、ここまでまだね、なんとかね、誰もうなずかないで、この辺うなずいてくれたの、休んでたヤクベックがなんかうなずいてたけど、それは俺と目があって無理やりうなずいたの、とこれやっぱね、宿題をちゃんとやっていかないと追いつかないんですよ、授業聞いててもね、宿題を必ず自力で頑張って、では、第5章、線形モデルと行列代数その2ということで、ここではですね、この章の目的は、ここですね、あ、これ復習か、今やったことですね。で復習ですが、逆行列が存在するならば、係数行列の逆行列を用いて解くことができるんだよ。で、この章の目的は何かというと、じゃあ逆行列、さっき存在する場合もあるし存在しない場合もあるって言ったけれども、どういう時に逆行列が存在するのか、その方法をまず学びます。ということはさ、逆行列が存在すれば連立方程式が解けるということですから、逆行列が存在しないということは、要はその方程式体系は解けないという、中学高校までは解ける問題しか与えられてなかったけれども、これからは解けないケースがあるから、どういう時に連立方程式が解けないのか確認できないとまずいね、一生懸命解こうとしてもさ、解けない問題に取り組む必要がありませんから、まず、逆行列の存在を、確かめる方法を学んで、どういう時に方程式が解けるのか解けないかを、まあ、事前に知る方法を、得るということですね。で、じゃあ存在するならば、これ2番目、逆行列をどうやって導き出すか、その方法を学びます。いいですか。さて、ではどういう時に逆行列が存在するのか。逆行列が存在するということは、元の行列がノンシンギュラーでないといけないということですね。つまりここに書いてあるように、行列が一組でなければいけない。だから行列の一組性のための条件をチェックすれば、逆行列が存在する条件ということになりますね。行列の一組性の条件、なんか行列が一組っちゃいそうですけれども、行列の非特異性の条件といった方がいいのか、僕はよくわかりませんね。一組行列って言ったら、なんか一組行列みたいですね。一組行列はみたいな。初めてだね、僕これ20年間教えてきて、一食い行列、一食い行列って何回も言ってきたのに、今初めて一食い行列を想像しましたね、20年目にして驚きの発見だ。もうみんなの頭にすり込んでやる。あれ、一食いの食いってどういう字、口に食べるか、一食い行列、面白い、一食い行列。もうここまで見たら、もう一食い行列って聞いたらこっちを想像するだろう。ね、一食い行列。どう？もう刷り込まれたでしょ、一食い行列。俺が言うたびにもうこっちは思わんやろ。一食い行列、非得意行列とは思わんやろ。ね。やりました。ミッションサクセス、サクセス。ミッションサクシーです、ね、やったね、成功したぜということですね、ミッションが成功したということですか、ミッションサクシーで、はい、一組行列のための条件、面白いね、一組行列、はい、まず正方行列でなければいけませんので、必要条件は正方行列になります。じゃあ十分条件は何ですか、まあ、十分条件は何かというと、何かじゃない、必要十分条件は何かというと、正方行列かつ行が、もしくは列でもいいです、列が行が一次独立である。つまりこのベクトルの列ベクトル2、3と5、1という2つのベクトルが一次独立であるか、もしくは2、5という
行ベクトル3、1という行ベクトルが一次独立であるかどっちかですが、一次独立ならばこいつは一食い行列です。いいですか。で、じゃあこの2つのベクトルが一次独立かどうかどうやったらチェックできる。もうできるんですけど、皆さんこれまでに学んで、はい、誰か全じゃないからこれで得点はもらえませんっていう、はい、前回やったやん、一次独立はどういうベクトルなの。足し合わせてイコール0の時に係数が、おお真面目だ。そう、それは正しい。でもそれだとなんか無数にいろんな係数の組み合わせがあるし難しいよね、探すのね。グラフで比較的に表現する。そうだ、グラフで言うとそっぽ向いてれば一次独立なんだよ ね、 一次収束の場合重なっちゃったよね、同じ方向向いてたよね。だからちょっと矢壁君はそこ前回いなかったから復習してほしいんですが、ここで言ってるのは行ベクトルか列ベクトルがこれがねそれぞれ幾何学的にそっぽを向いていればこいつは 逆行列が存在するということになります。さらに正方行列じゃないといけませんからね、つまり行の数と列の数が等しくなっていればいい。さあ、じゃあこの正方行列かつ行が一次独立という条件は逆行列が存在するということはこれ方程式が解けるということと同じ意味になりますが、方程式が解けることとこの正方行列かつ行が一次独立というのは関係してます。だからこれからこの条件の意味を考えてですね、これが方程式の解を求めることとどういう関係があるのかということを少し考えていきましょう。いきますよ。まず方程式体系が1位の解を持つためには当然方程式の数と未知数の数が一致していないといけませんね。これが一致してなかったら普段なかなか解けないよね。これが解けるとこの数が一致しているということは先ほどの条件の何と関係してますか。誰か。方程式の数と未知数の数が一致しているということは方程式の数はこの行の数なんですね。未知数の数はこの縦は行を縦で計算しますからこの列の数と等しくなりますね。これ x1 と x2 というの x1 の列と x2 の列ですね。だからここに入るのは正方行列という条件がこの方程式の数と未知数の数が一致しているということに対応することになります。じゃあ方程式の数と未知数の数が一致していれば、絶対解は存在するのかというとそんなことありませんね。1本目の方程式が成立することと2本目の方程式が成立することが矛盾してたらダメだね。お互いがなんか相手の成立を妨げるような式になってたら答えはないわけです。で、それがまずこの2番目の前半、各方程式は互いに整合的でなくちゃいけない。方程式が1位の解を持つためとかね。あともう一つ、方程式がそれぞれ独立じゃないといけませんね。今2個の変数について解きたいのに実はこっちの2倍がこっちの方程式でどっちも言ってることは同じだみたいなね。じゃあ2本の方程式があることになりませんからその場合関数的に独立じゃないといけないということですね。それを今ちょっと考えてみますよ。そこに書いてある、14、5、2の例でやってみます。14、5、2で行ベクトルとの離れ、列ベクトルを先に取るのか。
これのことを行列に変形したわけですので、こう書いても、一緒ですよねって前回やりましたね。こう書けますね。これ、スカラーをかけると 10x、5x、4x、2x でこう立てる。で、この式になりますね。計算してみれば分かる。計算してみようか。これ計算すると 10x1 5x1 プラス 4x2 2x2 は 10x1 足し算ですから、それぞれの同じ場所にあるものを足し合わせる。2行を1列のベクトルになりますね。それが B1B2 と等しいという、式ですから、イコールは要素ごとに比べますから、要はこれですね。これイコールこれ、これイコールこれということと同じことを表しています。で、今これを、これを、そうね、V1 ベクトルでしょ、こっち側。V1 ベクトル。こっち側を V2 ベクトル。これを D ベクトル。分かるように、ベクトル記号を上に書いて、こうやって、名付けるとしよう。これグラフに書くと、まあ、皆さんその下の、下の空白のところに、これは傑作だね、副業です。もう僕は残りの人生ずっとこの副業ですギャグに使います。X2 の X1 で10の5だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,4,5,6,7,8 ぐらいかな。これ一次独立じゃないね、 V1 独立ね。ということはですよ、もし D1 と D2 がこの延長線上にあれば、のどっかに D1 があれば、D があれば、この方程式は解を持ちますか、持ちませんか。持つよね。例えば
V1 足す V2 したらこの長さ足すこの長さでここになるかもしれないし、もしくは長すぎるんだったら VY をちょっと短くして2分の1かける VY の何プラス V2 とかでこいつを指し示すことができるね。これだったら解を。ところが D がもしここにあったら解を打ちませんね。これを、ちょっとそこの上で穴埋めで、整理していきますよ。もし dy イコール2b2 だったら、この上のこの式で dy イコール2b2 だったら、この場合解を持ちますか？愛に答えた。本当か。例えばじゃあ、D1 を1にして D2 を2にする。D1 を2にして D2 を1にし、ね、2にし、そうすると D1 イコール 2D2 ですね。これは1、2、あれ赤い持つ、あれ？これ2倍になってる？ 1,2,3,4 の、あ、2倍になってるね。あ、君が正しい僕が間違えた。はい、何をこのおっさん押さえてるんだという感じですけれども、ここが、例えば2でここが1の時、今やった dy イコール 2d2 はここになる。D2 の2倍だから、まあ、ここでもいいですね。全部この線上になりますね。 D1 イコール 2D2 ということで、2つの式は、整合的になるのかな。整合的、つまりこの V1 と V2 を満たす X1 と X2 が求まりますね。で D を指し示すことができますから、2つの式が同時に成立することができて、整合的だが独立ではありませんね。独立ではない。これが 2D2 にしてみますか。 D1 イコール 2D2 したら、こっちの式を2倍すれば上の式になりますね。だから下の式と上の式は同じことを表しているので、2つの式は整合的だが、だから整合的で解けるということですね。解けるが独立ではなく事実上1つの式というのを代表しています。2つの式は整合的だが独立ではなく事実上1つの式。この時、まあ、整合的だから解は存在するよね。こいつのことを指し示すことができますね。例えば V1 に0倍してこいつをなくして V2 の2分の1倍してやれば長さが2分の1になってここを指し示すんですね。もしくは V2 を0倍して VY を、これが10でしたっけ、だから5分の 1VY かける 0V2 でここを指し示すことができますね。ということは解は無数に存在します、ね、いくらどんな組み合わせもありえますね。 V1 と V2 を長くしたり短くして足し合わせてここに持ってくる方法はいくらでもありますね。ですので、そこに入るのは無数の解を持つと。まず方程式が1本しかありませんから、1本しかありませんから、この X1 と X2 はいくらでも調整できますね。調整して右辺の12に合わせることができますね。無数の解を持つ。はい、では2番目、じゃあ D1 が 2D2 と等しくなかった
つまり、D がこの辺にあったら、ね、D がこの辺にあったら、この線が dy イコール 2d つの式だから、ここからそれたところにあった場合は、この場合には2つの式は独立になりますね。例えばここが2d1 ではなくて、D1 が 3D2 だとしましょう、ね、そうするとここは 3D2 だと言いますね。そうするとここ2倍してやります。2510、ここ2倍してやります。2人が C、 ここ2倍してやります。あれ 3D2 なんでぞ。つまりこの方程式がもしここが D2 と3D2 だったらば、この2本の方程式は同じものではありませんね。いいですか、同じものではありませんね、この2本の方程式ね。従いまして、この時2つの式は随分長いな、独立だが非整合的、独立だが非整合的、整合的かというと、どう頑張っても V1 と V2 組み合わせてこの D を指し示すことができませんね。だから X1V1 たす X2V2 でもって D を指し示さなくちゃいけないんだけれども、この V1 と V2 を適当にスカラーかけるということは長さを変えるということですね。長さを変えて足し合わせるだけでは方向が変わりませんので D を指し示すことができない。つまりこんな、この2つの方程式を満たすような X1 と X2 は存在しないということですよ。非整合的なんです、この2つの式はね。それがそこの独立だが非整合的という意味です。まあそこの例では、例として D1 が12で D2 が0のケースで、この場合多分どんなに頑張っても連立方程式、中学校で習ったやり方で解いても、X1 と X2 の解出てこないはずです。だって幾何学的にこいつ差し示せない、無理です。いいかな、以上の、まあもう皆さんそこにまとめてるからいいんで、まあこんな感じですね。今言ったこと、写真撮ってもいいよ。すみません。パシッと。宿題宿題。全員返した？え、君今日出した？え、僕です。あれまだない？まだ出してない。出してないよね。来週。はい。もらいました。もらった？返した？はい。それとも今日出したね。待って。はい。
しかし吉文君は偉いね、4回生なのにこんなちゃんと授業出てきてね。いや、電気で漏らしたいにできるだけ。なるほどね。うちのゼミ生はもうみんな就職活動を印籠のように使って、ね、ゼミ休みまくっててさ、もう前へ進まないね、ゼミがね。ひどいね。君たちより遅れてるよ、あいつらのマックス。去年みんなさ、あの EMAX で苦労してたから、まず EMAX を習得させてからもう一回教え直そうと思って、4回生に同じように EMAX を同じ課題を与えてるんで、君たちも覚えてね、あいつら授業出てこないから。4回生はいないんですかね。3回生あ、君たちだ。じゃあとみんな2回生朝鮮の首脳会談は、韓国と朝鮮の首脳会談は朝からラジオでやってるんで聞いたんですけど、昨日今日って忙しくてまだ新聞読んでないんですが、今朝の朝刊の一面だけちらっと見たら、例の財務次官がセクハラ認定されたって言ってたんです。はっと気づいたんですけど、昨日ツイッターでこうなんかいろんな人がリツイートしたやつがタイムラインで出て、牛の絵が描いてあってさ、なんか見た牛の絵がさ、こう描いてあってさ、おーって感じでね、こう牛がいてさ、全然しっぽくない犬みたいになりましたが、鼻がついてて、ここにこうちょっとこうあって、ここにバケツがあって、で、ここに農家のおじさんがこう座っててさ、で牛に向かってさ、胸触っていい、縛っていいっていうさ、ここにこう見出し、あ、じゃあここにこう書いたんでさ、でツイッターの人がさ、そんな言うのはどういう状況だっていうなんか怒りのコメントがあって、それをみんながいっぱいリツイートしてるやつがたくさん出てた。その時は何言ってんだこの人、牛に向かって胸触っていい、縛っていいって、あっかんと思ったけど、今日の朝その新聞を見てハッと気づいてさ、これ何、財務事務次官それを言ったわけ。そうなの、え、それが録音されてたわけ。アホだね、信じられん。それなのにあんなやってませんって言ってたんだね、しらばっくれて。録音があるって分かった途端に認めたわけだし、録音がなんか嘘っぽかったらしくて、合成の可能性もあったとか言って一時期ちょっと混乱。でもさ、いくら女の人からさ、こう誘惑されたからって仕事中にそんなに言うかね。おかしいよね、ちょっとね。そんなのにな、5000万も退職金払っちゃダメだね。減額するって言った時にいくら減額するのかね。まだそれ決まってないの。そうか、志を持ってね、公務員になっててかわいそうにね、きっと
財務省といえば旧大蔵省ですから、大蔵省といえばもう昔大蔵官僚といえばね、みんなが夢見る最高の出世コースですよね。東大工学部を出て大蔵官僚になる、そして事務次官のトップまで上り詰めることも、朝はくのるりのハイヤーで迎えに来てくれて、帰りもハイヤーで帰って、すごい給料がもらえて、そして最後天下り先もね、昔は用意、今は用意されてないけど、昔天下り先も用意されて、一生裕福に暮らしていけるという夢 の、 あの生活のあれだったのに、なんかだん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 官僚の地位が落ちていってさ、みんなバカなことしてさ、政治家からもいじめられてさ、したら優秀な人が官僚にならなくなっちゃう、ね、それがやっぱ一番国にとっては不幸なことで、本来ああいう人たちにはもっと環境をよく整備して、残業もなるべく出ないようにして、給料も上げて、もっと魅力的な仕事にして、優秀な人に集まってもらわないといけないわけです。学校の先生もそうじゃん。今ようやく小学校と中学校さ、なんかどっか福岡市だったかな、どっか給料上げたよね、なんか、給料上げて、福岡市かな、全国最高レベルの給料上げましたけど、本来はじゃんじゃん給料上げて、あのブラック なんか部活の顧問制度もやめてさ、さっさとあの国でお金を出してちゃんとしたスポーツコーチを雇ってさ、あの環境を良くして、そしたら君たちだって教員になろうかなって気になるじゃん、いい職場だったら。そうしないと優秀な人がさ、子供を教えないでどうすんだみたいな、あのどこも会社から落とされてさ、お行き場ねえや、教職取ってたから、まあ、教員でも目指そうかなとか、まあ、安定がいいから教職にしようかななんていう人が来てさ、子供を自分の子供預けるよりも、ね、優秀な人に教えてほしいでしょ、やっぱり。その方が国にとっても幸せなことだと思う。なんか間違えてるよね、生き方が。今、政治家どん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 官僚を締め付けてますからね。官僚は官僚で大変だと思うよ、僕も一度。霞が関であの指導教官がずっとあの菅直人首相のアドバイザーをやってたね、経済アドバイザーになって、今ほら安倍首相のアドバイザーなのか、コーネル大学かなんか大学教授、日本人の有名な経済学者だったんですけど、まあ、そんな感じでね行ってて、で一度その先生のところに訪問しに行ったらさ、まあ、その先生もあれですよ、じゃあ今から一緒にご飯食べに行こうかって降りてくるさ、もう秘書が自然とハイヤーに連絡してさ、下降りてった瞬間にヒュッとハイヤーが来てさ、え、こんなの乗っていいんですかって言って、でゼミの先輩と一緒に3人でさ、おい、いいんだよ、これあの行き帰り送ってくれるみたいな、それで蕎麦屋に行って、そしたらあの運転手の人、明日朝何時にお迎えに伺いましょうかって、で先生が、あ、もう今日はこれでいい、ここで待ってなくていいよ、帰っていいよ、すごくあと歩いて帰るからって言って、それであの見た時に、もうまだ霞が関は電気真っ暗、すっごいついてるよね、夜遅くまでの不夜城だそうですね、ずっと電気がついてみんな働いてる、そんなに官僚は頑張ってるのにさ、なんかほら政治家がさ政治主導でやりたがってね、官僚のなこう裁量をどん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 取り上げて、あの変える官僚をいじめ抜いて、なんか上から叱りつけてさ、あんな人がなんかいい人がいかなくなると思うんだよね、もったいないことです。さて、あと3分になりましたので、最後まとめましょう。まとめ、式の整合性というのは、係数行列から構成される、これですね、係数行列から構成されるこのベクトル、列ベクトルでも行ベクトルでもいいです。今は列ベクトルでやりましたけども、行ベクトルでやっても一緒です。から構成されるベクトルの一次結合によって、定数ベクトルが示せるということですね。幾何学的に示せるということ。これが、式が整合的であると、両方の式が成立するんだよっていうことになります。ただここには一次独立とは書いてないよね。独立じゃなくても見てください、一次従属でも、もしここにちゃんと整合的に D ベクトルがこの線上に載ってれば解は存在します。ただ1位の解ではなくなります、無数の解が存在することになります。いいかな。じゃあ、今日はここまでという、あ、まだあった、ごめん、まだまとめた、ごめんね。で、関数的独立性、今度は今、一次独立の話がさっき書いてませんでしたけども、今度は独立の部分ですね。それは、係数行列から構成されるベクトルが一次独立になる。つまり、この V1 と V2 がすごく向いているということですね。
V1 だと思います。こういうふうに。こうなったときに1乗です。そうだったらば、このベクトルが規定になりますね。規定になって、このこいつを伸び縮みさせて平行四辺形を作ることによって、こんな風に平行四辺形を作ることによって、どこでも指し示すことができますね。こうとこうですね。こうで。前回やったあのスパイダーマンの話で、この2つのそっぽを向いたベクトルがあれば、この空間上の任意の点を指し示すことができますので、もし定数行列が一次独立ならば、それを規定にして必ずもうどんな定数ベクトル D が与えられても1位の解が存在するということになります。いいか。ということでまとめると、人食い行列、あの人を食う行列ではなくてノンシンギュラーメトリックスであるための必要十分条件は、回数が L、 回数が L というのはあの一次独立な数です。一次独立な数が N 個で、正方行列、行と列の数が等しければ、ノンシンギュラーメトリックスになる。回数というのはここ上に書いてあるように一次独立な行または列の最大の数です。ということで、宿題5、1まで吉文君は大変かもしれませんが、1個遅れてもいいです、まあ君の場合特別サービスで2、3個遅れてもいいです、公務試験頑張ってください。ということで、次回は行列式という新しい概念に入りますので、ここは絶対休まないでください。おしまい。